はい、住んで埼玉です。今日はですね、緊急対談ということでゲストをお招きしてお話をしていきます。鳥さんです。お願いします。お願いします。鳥です。ツイッターでね、住まいとかマンションとかの発信をこうチェックしてる人だったら、まあ、みんなもしかしたらもうすでに知ってるかもしれないんですけど、ツイッター界に現れた新生鳥さんね。ピチュン。あれ、鳥さんで本格的に発信してまだ半年、はい、5月からだったんで、4ヶ月目です。ああ、はい、そうですか。はい、もうマンクラ、マンションクラスターでの知名度多分 100% に達したんじゃないかなっていう。いや、本当ですか。うん、なんかよく出てくんな、この鳥みたいな。はい、で、フォロワーもぐんぐん伸びて今1000超えてみたいな。はい、そうですね。すごいっすよね、本当に短期間で。今日で多分1400ぐらい。マジか。すごいね。はい、皆様、絡んでもらってありがとうございます。なんで、まあ、それだけね、この4ヶ月で鳥さんが注目されてるっていうのは、鳥さんの発信に価値があるし、はい、鳥さんと同じような境遇で共感する夫婦が多いからだと思うんですよ。いや、はい、そう思います。そうでしょう、はい、多分。で、まあ、そういったところも含めて、鳥さんの言える範囲で簡単な自己紹介お願いします。はい、はい、鳥です。人間だけど。鳥です。鳥です。はい、今妻と2人暮らしでして、年齢は28歳。おお、はい、ごくごく一般的なサラリーマンやらせてもらってます。うん、うん、はい、夫婦共働きで。夫婦共働きで。奥様も出勤ベースの仕事されてて、お互いに集合勤務ですね。はい、お互いに、まあ、関東圏で。関東圏です。で、集合勤務ですと。はい、で、今はもう今の家は住んで長いんですか、賃貸の家は。3年経ちました。あ、じゃあ結構長く住んでるんだ。そうですね。で、住んでいて、はい、次の住まいをちょっと検討してるっていう感じ。はい、そういう状態です。なるほど、っていう感じですと。はい、お互いさ、あれ、ご実家は関東圏じゃないところ出身の人たち。そうです、お互い地方出身です。うん、うん、だから典型的な東京カップルというか、東京というか、はい、典型的な、なんかこう地方から上京してきて、はい、で、出会って結婚をして、はい、で、こう家も探してみたいな、はい、まあ、ザ・日本の平均みたいな。もう、もう、はい、それです。うん、っていうところで、はい、で、もともと、家とかマンションとかって、はい、鳥さん昔から興味あったんですか？いや、興味持ったのは2020年の2月なんで、うん、じゃあ1年ちょっと前、1年半前ぐらいですね。それはどういった経緯で興味持ったんですか？はい、電車広告の新都シティを見ちゃいました。あ、新都シティ入りな。新都シティ入りです。新都シティ見ちゃったら、はい、あれ、なんか良さそうだなと思ったんで。いや、そうですね、日本のマンションここまで来たかって思っちゃいましたね。へえー、なるほど。はい、みんな大好き新都シティ。それ実際に広告を見て、はい、現地に行ったんですか？新都市でモデルルーム予約しようとしたんですよ。おお、はい。で、その前にスーモを見て、うんうん、あ、写真とか見て、はい、あ、こんなプロジェクトがあるんだみたいな、はい、びっくりして。で、先に支払いのシミュレーションしたんですよ。おお、はいはいはい、はい、そしたら衝撃の事実が分かりまして、はい、余震が足りないんです。なるほど、こう、はい、なるほどね、はい、買いたくても届かないぞ問題。はい、新都市には届かなかったです。ああ、なるほどね、はい、すごいリアルでも、はい、うん、でもその新都市っていうのが出て、はい、マンションっていうのに興味を持ち始めたっていう感じ。そうです。あ、でもそれさ、持ち始めたのさ、鳥さんだけでしょ。私だけです。うん、それ奥さんにも話はしてたの、はい、こういうマンションがあってさみたいな、ちょっと買えないっぽいんだけど、はい、いいよね、はい、みたいな。まあ、話しました。で、話しすぎてもうそろそろマンションの話は疲れたよっていう感じでした。切れられてるじゃないですか。じゃあまずは鳥さんがマンションに対して強い興味を持って、はい、そうですね。で、それでいろいろ調べたりしてる中で、はい、SNS の発信とかをこう始めることになって今っていう感じ。ですね、SNS の発信はする予定全くなかったんですよ。そうなの。はい、どういった経緯で今こんな状態になっちゃってるんですか？ちょっと簡単にそこだけお話しさせてもらうと、はい、まあ、2020年2月に興味持ちました。うんうん、で、2020年4月ぐらいにもう買おうと思いました。
そうなんだ、はい、すぐにすぐに、もうこれ買っちゃった方がいいなっていうのを調べていくうち、納得したんで買っちゃった方がいいっていうのが、まあ、ここ説明省きますから、はいはいはい、だから当時その緊急事態宣言が1回目とかがあって、購入意欲がすごい遠直しちゃったんですね。あ、なるほど。特に妻が、妻の方が、はい、なるほど。で結局、妻のヒアリングを深くしていくと、うん、まだ子供とかがいないんで、ああ、ライフスタイルが固まってから買いたいっていう結論だったんですよ。なるほどね。じゃあその1年半前の時に奥さん1回もう買うぞってなってたのかな、はい、ありだね、もう1回モデルルーム行こうね、次どこの部屋申し込もうかぐらいの感じのテンションになりました。じゃあ結構一歩手前ぐらいまで来てた。行きました。なるほど。まだ実際に申し込みではしてなかったけど、はい、でもこれ次見に行ったら、はい、ワンチャンその場で決めかねないぞと、もうその感じでしたね。あ、でも緊急事態宣言とかがあって、はい、一回冷静になっちゃって、はい、冷静になって、そういえばなんか2人のこのタイミングじゃなくてまたライフステージ変わっていった後に行った方がいいんじゃないかと、はい、もう家買うときは一生住むっていう固定概念があったんで。あー、なるほど、はい、その時って鳥さんもその考えに近かった、はい、僕も当時はもう一生住む、うん、買い替えとかはまあネット上の噂みたいなレベルでした。なるほどね、はい、うんうん、基本的に家っていうのは買ったら30年、はい、そこ住むぞと、はい、いうような感じで、はい、まあ、買おうとしていたという。してました。なるほど、はい、なるほどね、はい、あ、そういう一回こうピークを迎えかけたんだ。迎えましたその後落ち着いて、はい、そこからでも熱は復活していった感じ。熱復活しまして、まあ、2021年の1月とか、うん、僕一人で10件ぐらいモデルルーム行ったんですよ。今年の初めってこと。今年の初めです行き過ぎでしょで、熱上がってその熱を妻にも伝えたんですけど、うん、やっぱり子供とかがライフスタイル見えてからしたいってなって、あ、じゃあ分かった、じゃあ目安5年後だってなったんですよ。あ、2人の話し合いで、はい、今から5年後に買おうかと。そうです。あ、なるほど。で、このマンション愛は5年間僕はどうすればいいのってなって、はい、SNS やろうみたいな。ああ、そういう流れなんだ。そうです。このエネルギーの発散どころに困って5年間家買えない、はい、でもマンションは好き、はい、なったら発信しかなかった。そうなんですよめっちゃおもろいな。片思いの女の子に、うんうん、5年後だったら付き合うこと考えていいよって言われて、うんうん、5年間ずっと告白し続けてる感じですね。クソキモいけどなそれがまあ、ごめんなさい、長くなったんですけど、うん、SNS とかブログ書くようになったきっかけですね、うん、それがきっかけってことなんだよ、はい、なるほど、よくわかりました、はい、ありがとうございます。で、そんなこんなで鳥さんが SNS 発信して、はい、3、4ヶ月で、まあ、こう Twitter の住まいとか不動産の中でも、はい、まあ、こう知名度が高まっていく中で、はい、奥さんもその過程を見ていたりする中で、はい、また改めて、はい、まあ、元々は5年後に買おうと思ってたものが、はい、もしかしたらこのタイミングで再度購入する可能性が出てきた。出てきましたっていう感じ。出てきました出てきた。出てきました出てきて、はい、で今日、まあ、実は DM をして、はい、それはすんだまさんなんかどこでも行くんで飯行きましょうよみたいな、はい、あ、でぜひ来てよっていう話をして、はい、で今日浦和でね、はい、ビビンバ食ってきたんですけど、美味しかったです。でビビンバ食ってる時にその実は、はい、一回検討してる街行って、で奥さんもちょっと気に入ったんですよみたいな、はい、で物件もちょうどいい買えそうなやつも出てきてて、はい、これなんかありなんだよねみたいなことを相談受けたんだけど、え、それ実際に買ったのって言ったら、いや、まだ買ってなくてみたいな、え、それなんで買わないのみたいなまあ詰めるみたいな感じになっちゃって、まあ、はい、でも鳥さんを説得しても、はい、これ意味ないだろうなと思って。ああ、もうよく、はい、そう、よく分かってますね。だからちょっとなんかでもこの2人の話、はい、要するに、まあ、新都シティにチャレンジしたいけど、うん、そこまでの予算は今一般的なカップルだからチャレンジできない、はい、そうですね。けどいいマンションには、行ける可能性があるあります、みたいな、はい、みたいな、そのミドル層というか、はい、日本のザ平均みたいな、はい、のこういう話って、奥さんをこう一緒に説得したいみたいな、説得っていうかいろいろヒアリングをしてアドバイスをするみたいな、うん、
こういう会話の内容が多分鳥さんだけじゃなくていろんな人が興味あるだろうと、はい、いうふうに思ったんで今緊急で対談してるっていう、はい、そういう運びです。そうですね。まあそういうようなね、まあ、日本の平均的なこうご夫婦、はい、でお子さんもいない状況で購入をするっていうのはそもそも検討してる時点で珍しくて、うん、そうでした、ね、大前提はそうでした。だから鳥さんも奥さんに対してのスタンスとして、はい、僕たちは、はい、通常ではない決断にチャレンジしようとしてるんだっていう前提で伝えた方がいいと。ああなるほど。そう、当たり前だよのように言ってはいけない。言ってましたね。ダメです。ダメ、はい、そこがもしかしたらスタンスとして間違ってたかもしれない。いやそれは振り返ればあるかもしれないです、うん、やっぱり家を買うって、てか何か物を買うって、はい、必要性が明確だから買うじゃないですか。そうですよね。腹減ったから飯食うじゃないですか、はい、腹いっぱいなのに飯食わないじゃないですか、はいはいはい、でそれと同じで今賃貸で住めてて、うん、まあ多少狭かったりもっといい家住みたいなって思いはありつつ、はい、暮らせてるから、はい、そういう意味において不満は多分ないんですよ。はい、現状不満は何もないんですよ。家が狭い、うん、いやいや結構広いし、結構広いし2人暮らしで55平米で結構広いし、広い広い、家が古い、うん、いや入居時築2年だし駅が遠い、うん、いや徒歩4分だし、めっちゃええやん。いやめっちゃいいとこ住んでるんで、いやそれもよく賃貸でいいの見つけたねっていう、これは妻の目利きなんで素晴らしい。別に家賃も高すぎるわけでもないし、家賃もですね、ちょっと高いかなって感じ。あでもその条件で9万切ってます。お安っ。めっちゃ安いです。そしたらもうそこでいいじゃんってなりますね。でもまあめちゃめちゃマイナー駅なんで、うん、隣駅行かないとスーパーないです。ああ、だからまあアクセスとしてはいいかもしれないけど生活利便性で100点かというとそうではない、はい、そうではないですね、うん、なるほどなるほど、はい、だからめちゃめちゃ強い不満があるわけではないけれども、はい、より良い環境に暮らしたいなという思いはあるという、はい、もうおっしゃる通りでっていう感じ、はい、でそんなこんな でそれはさ奥さんもさ多少なりともそういう思いはあるわけでしょ。ありますね、うん、将来的に家は絶対買うっては本に宣言してます。へえ。一生賃貸 の思いはないです。へえ。なるほどなるほど、はい、じゃあタイミングの問題なんです。タイミングの問題ですね。なるほどねっていう感じだけど、はい、まあ、鳥さんのマンション愛も溢れ返っちゃってもう蓋閉めてももう溢れてしょうがないしで鳥さんとしてはチャレンジしたいんでしょ。チャレンジしたいですね。そういうことだよね。はい、チャレンジしたいですし、うん、今の現状に満足してるんで、うん、通常の考え方だと買う理由がないんですよ。ないですね。ないですよ。買う理由がないんです。でも買いたい。ただやっぱ人生短いじゃないですか。うん、短い。で人生いつかもう死ぬんで、うん、とことん楽しんで死にたいわけですよ。いいね。とことん楽しんで済む、死なってなった時に、うんうん、じゃあどうやって生活満足度を上げるんだと、うんうん、分譲マンションを買うっていうのが僕の中でその一手だったんです。その一手で、はい、それを打ちたいと、はい、うん、で奥さんもその思いは応援はしたいって気持ちは多分あるとは思うんですよ。ありそうです、うん、はい、まあ、多分シンプルにこの子を飼いたいんだなってバレてるでしょ。その思いを叶えてあげたいって多分奥さんの思いもあるとは思うんだけど、はい、いかんせん不安だしまだ買ったことがないし、はい、でこうちょっと躊躇する自分もいるっていうのが現状だとは思うんですよ、ね、はい、はい、っていう感じで、はい、まあ、さっきランチでも話しててでとある町、はい、まあ、最近人気になっているとある町に、はい、先週とか先々週ぐらい見に行ったんですか。そうですそうです。2人で見に行って、はい、でちょっと惚れちゃったと。珍しく妻がここいいねっていう、物件に関してここいいねって言われたのは多分記憶ない。おお、そうですか、はい、うん、その街をちょっと歩いたりして、はい、あ、いいなここみたいな感じで思っちゃって、はい、思っちゃって。でちょうどそのエリアで、はい、自分たち夫婦でも買えそうな物件も出てきちゃって、はい、出てきちゃったんですね、うん、はい、もうちょっと高いかなと思ってたら、はい、あるんだみたいな。そうですそうです。あ、出てきちゃうんだみたいな、はい。
みたいな感じで、はい、出てきちゃったと。そうです。ただ、はい、まだ出てきちゃったけど実際に内見だったりとか、はい、申し込みまではしてないっていうのが多分現状。そうですね。だとは思ってる、ね、はい、まだ買い付けは入れてないです、うん、奥さんも、はい、ワンチャン、はい、申し込みしてみたいなみたいな話はしてる。あ、してます。お、してます。なるほど、はい、じゃあ今現状整理していくと、はい、そういうの話をしてて、はい、で今鳥さんがやってるのは、住宅ローンの事前審査を初めて出したって感じ。いや、実は一回やったことがあって、すでにやったことあって、はい、流れは分かってたんで、うん、銀行3社に今お仮審査申請してます。仮審査申請してて、はい、今待ちって感じ。待ちっていう状態です。じゃあその結果がさ、はい、参考とも OKOKOK、はい、OK OK OK、になったらどうするのっていう、はい、GO しますね。自分はね。やばいよ。テーマこれだよ。妻の前でも早口で めっちゃ喋って聞かれるから気をつけろ。まあ自分に言い聞かせてるんだと思うんですけど。いいか、営業はヒアリングが9割。自分喋るのは1割でいいからな。じゃあそれぞれに実践してほしいんですけど。まあなんで鳥さんとしては、はい、もし行けるんだったら、はい、行っちゃいたいっていう思いは当然あると思うんですけど、あります、はい、いやそれに奥様がこうついてくんのかと、はいはいはい、いうようなところですよね。そうですね。で、多分街は気に入って、街気に入った、おそらく物件も、はい、物件も気に入ってるでしょ。気に入ってます、うん、はい。で、じゃあ何が自分たちを止めさせてるのか、はい、を多分因数分解していく。はいはいはい、でそこを一個一個解決していって、はい、で最後は勇気持って一歩踏み出すしかないと思うので、はい、そうですね、うん、そうですね。で多分、はい、お金の面での 不安っていうのは多分あると思うんですよ、はい、で毎月の支払い額っていうのが、はい、今の賃貸のものより、はい、住宅ローン減税とかをペアローンで最大に受けたとしても、はい、多分上がると思うんですね。上がりました、うん、はい、上がると思うので、そこをちゃんと受け入れられるかどうか。はいはいはい。でね、多分こっから僕はこれ奥さんに強く言いたいんですけど、はい、今の月の賃貸の支払いから下がるもので、はい、あなたが気に入るものは多分ないっす。だから上がるから、はいはい、上がります。これ後でコンテンツ化したら10回見せます。だからそこは冷静になって、はい、その今の賃貸水準のもので、はい、探すという発想を捨てていただかないと、まず難しいかなというふうに、はい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 、思います、はい、でこれは奥さんも多分鳥さんからも何回も聞かせられてて、はい、もう聞き飽きている話だとは思うんですけど、今回買おうとしている物件って街としても物件としてもとても評判が良いし、うん、おそらくこの評判っていうのはこれから盛り上がり続けていくのではないかなって僕は読んでます。はいはいはい。で、ただ、その保証はないんだけれども、何が言いたいかで言うと、はい、そこに住みたいっていう人はこれからも増えていくであろう、うん、すなわちあなたたち夫婦が3年住んで、うん、3年後に売却をしようってなった時に、はい、おそらくこの人気が維持ないしは上昇していくと、はい、買った時と同じ額で売れたりとか、はい、ないしは買った時よりもワンチャン高く売れるような可能性も秘めている決断を今しようとしていると、はい、だから毎月の支払い額が多少増えたとか減ったとかそういうので物差しにするのではなくて、はい、買った物件がこう3年間5年間にわたって、まあ、どれだけの資産性を維持向上するのかっていう視点をまず持った方がいいです、うんうんうん、だから月々のキャッシュフローとかだけじゃなくて、うんうん、その払っていく毎月払っていくものが掛け捨てなのか、はい、貯金的なものになっているのかという、うんうんうん、これは大きく違うので、うん、ぜひですね、その視点を持ってほしいなというふうには思います。やっぱその視点は、うん、多分購入初期の、うん、これから一時取得者購入するぞっていう人の発想の中にはあんまり入ってこない、うん、そうですね、観点だと思うんで、うんうんうん、だからよくあるのがね、買った時と5年間住んで同じ価格で売れたら、はいはい、ラッキーかラッキーじゃないかで言うとどっちですかって質問に対して、はい、家買ったことない人って、はい、買った時と同じだったら、はい、まあラッキーではないというか、はいはいはい、まあ
まあトントンなんじゃない？あ、そうですよね。って思うかもしれないですけど、はい、まあ仲介手数料とか、はい、あの諸経費はあるんですけど、それを一回置いて考えると、うんうん、買った時と同じ価格で売れたら、その5年間その家にほぼタダで住めてたのと同じだよという話です、はい、でこれに諸経費が乗っかるから多少持ち出しはあるけど、はい、実質月あたり 2,3 万で住めてたってことじゃん、うんうん、ってなっちゃうんですよ。そうですね。そう、流して計算するとそうですね。でただね、買った時と5年後に同じ価格を維持ないしは上がるなんて誰も保証はできないんだけれども、はい、あの町のあの物件っていうものの価値がまだ世間全体には知れ渡っていないものだと思うんですよ。一部の住まいに熱心な人しか知らない。はいはいはい。でもこれからコロナとか働き方も変わっていく中で、はい、ちょっと土都心じゃなくて少し郊外寄りにこう移住を検討する人もこれからもますます増えていくかもしれないってなった時に、はい、人気が維持していくのは多分維持するし、うん、ワンチャン上がるかもしれないな、可能性はありますよねっていう可能性もあるから、はい、だからそういうところに投資をするという考え方もぜひ持ってほしいな、うんうんうん、っていうのがあの伝えたいこと、うんうんうん、丸一ですね、鳥夫婦。はい、もしかしたら本当に仮審査全部通ったら、はい、買い付け入れるかどうかの瀬戸際まで今来てるから、そうですねはい、来てますっていうのがね、まず1個目と、はい、これ奥さん、あの2個目ね、これめっちゃ強く伝えたいんですけどあ、でも、はい、あの妻強く言うと引いちゃうんで、はい、優しくお願いしますいや俺はより強く言うあのね、はい、もう一個言いたいのは、はい、あなたたち夫婦が買いたいと思って買い付け申し込みを出したとしても、はい、買えないことの方が多いです。いや、そうなんですよね。はい。はい。なんでかで言うとね、買いたいって言われても、はい、その売り主さん、オーナーの人が、はい、この人たちに売りたいかどうかっていうのをジャッジする権利当然持ってます。はい。で、ジャッジする権利持ってるし、もっとなんか、現金で買ってくれる人も待ちたいなみたいなケースも出てくるかもしれない。し、はい、買いたいって言っても住宅ローンの本審査で落ちてしまう可能性もあるの で、はい、 そうですね、そもそも買えるかどうかの保証なんてないんですよ、はい、でそうこうしているうちに、迷っているうちに他の2番手の人が来て、うん、でバシッと本審あの仮審査も通して、はい、よしも強そうってなった時に、はい、自分たちまくられてしまう可能性もある、うんうんうん、っていうこともあるので、2番目のアドバイス、何が言いたいかというと、買い付け入れて買えると思うなっていうことですね。これは不動産ならではですよね。ならでは、これマジでならでは、はい、新築マンションだったら抽選とかがあるので、はいはい、中古の不動産ならではの話を今したんですね、はい、だから、買いたいと思って買えないかもしれないから、うんうんうん、要するに少しでも買いたいって思うなら、はい、買うっていう意思表示をして申し込みをしないと、はい、その結果分かんないよってことなんですよね、はい、なんでこの条件でもし意見だったら買いたいっていうのであればもう申し込まないと、はい、行動しないと買えませんっていうことはぜひ言いたいなというふうには思います、はい、ありがとうございます、はい、あと僕からのアドバイス、はい、最後の3つ目なんですけど、はい、なぜ今買うのかっていうのをちゃんと夫婦で、はい、腹落ちをした上で、はい、プランを考えて買ってほしいなというふうには思います。プランを考えて、人生のプラン、はい、あ、人生のプラン、はい、じゃあその家買って3ヶ月後に入居するとして、はい、で3ヶ月後の入居のタイミングが多分2人で、はい、住んでると思うんですけど、はい、まあ買おうとしている今狙っている物件も、はい、超広いわけではないですよね。そうですね、うん、はい、まあ子供お子さんがもし2人授かったらおそらく手狭になるであろう。2人になったら、うん、もう多分住み替えが必要かなっていう感じですね。ですよね、はい、うん、なんでそう考えるとお二人の今の将来像を理想を形にした時には、うん、はい、その家に多分ずっと住むということはなさそう。そうなんです。2人子供授かりたいっていう観点から言うと、うんうん、そこに一生住むっていう可能性は低くなります。低いと、はい、じゃあそれが4年後なのか6年後なのかは分かんないんだけれども、はい、将来的にじゃあこの家を仮に買ったとして、はい、じゃあどういう感じ、何年後ぐらいに次の家を探すのを計画するのかっていうのを決めた方がいいんじゃないかなっていう、うん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 、
まあ、それは当然2人話してるとは思うんですけど、はい、だから一生住む定住の家を買うというよりも、はい、5年間、はい、そこでの暮らしをコミットするようなイメージでぜひ買ってほしいなっていう、なるほど、ことを伝えたいですね。5年スパンで考えろと。5年スパンで、はい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 、でただこの5年スパンでね、はい、あの買った時から物件価格が下がってしまうことも当然ある、はい、そうですね、そこは怖いところですよ、うん、当然あります、はい、でこれは不動産仲介の営業マンも保証は誰一人できない、うんこの物件絶対下がらないですよ、うん、っていう人のことは絶対信じてはいけないので、うんうんうん、でね、ただね、下がっても、はい、下がってもここまで下がっても、はい、それだったら受け入れられるよねって思ったら買った方がいいかなってラインをお伝えしたくて、はい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 、はい、なるほど、はい、で例えばその物件の、いくらで買うじゃないですか、はい、買っていくらに下がりました、はい、下がったけど、いわゆる残債って言われる、はい、例えば3000万円で買った時に5年間所有していると、はい、毎月どんどん銀行にその返済をするわけなんで、はい、5年後は3000万で買ったけど例えば2500万円まで残債が減っていると、はい、でそうなったら、まあ、手数料とか一旦さっぴいて考えちゃうと、うん、3000万で買って5年間返済して2500万になってた、はいはい、で2500万で売れたらトントンじゃないですか、はいはい、そうですね、借金マイナスにはなってないから、なってないです、はい、3000万で買って2500万で売った時に、はい、毎月の支払いが例えば10万円だったとしたら、はい、毎月5年間月10万円の支払いでこの家に住めていたと、はい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 、でそれが嬉しかったって思えそうかどうかで買ってほしいです。なるほど、はい、うん、だから買った時と同額で売れるのはそれはいいことなんですけど、はい、買った時よりも下がったとしても、うん、残債割れをしないのであれば、うん、その毎月の費用に自分たち2人は満足できそうかどうかという軸で見てほしい。いや、この観点を持ち出せる一時取得者ってあんまりないと思うんですよ。あ、はい、なるほどね、ここまでたどり着くの大変なんで。うん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 、そうかも、はい、でそこの最低ラインに合意してれば、はい、どんな未来が来てもラッキーだから、ここをとりあえずリピートします。はい、はい、これで伝わったらすごい嬉しい。はい、仮に下がったらどうしようって奥さん思うと思うけど、うん、下がっても残債割れだけ避けられれば、うん、2人の幸せは多分こう幸せだったと言えるかどうかだけ、うんうん、そこで考えてほしいかなっていう、うんうんうん、でこれ今脅してるような感じで下がる前提で話しちゃってるけど、はい、あの物件に関してはもう断言するけど、はい、下がんないから。でも断言する不動産信頼しちゃダメってさっき言ってたからね良い子のみんな分かってる。いや、これはね、そのぐらい僕はあの物件は価値があると思う、はい、まあ、別に煽るつもりがないし、はい、あの物件買い逃しても、はい、多分また木がこう1ヶ月後、2ヶ月後に出てくると思います、はいはいはい、なんかで出てくる。ただね、1ヶ月に1、2回の波をつかまないと買えないから、はい、ということは伝えたいんで、はい、うん、特にね、鳥さんもいろんな MR とか行ってマンションのモデルルームとか行って、はい、目が肥えてるから、そうですね、鳥さんが納得する物件も多分なかなか出てこないと思うし、はい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 、2人で、買える予算内の物件でいいなって思うところ、街も含めた、うんうん、っていうところは今後もね、なかなか出てくる可能性薄いと思います、はい、なので、まあ本当に街気に入っちゃって物件気に入っちゃって払えるし、はい、もし万が一残債割れしてもこの5年間その支払いで済めたっていうことに納得するのであれば、はい、何を躊躇するものがあるのかという感じで、はい、締められればなっていう、はい、いや、もう本当にまあタイミングがバッチリなんですよね。あ、なるほど、はい、いろいろタイミングバッチリ、バッチリです。あ、そう、はい、まあ、これちょっと妻向けに分かりやすく言うと、うん、僕あの妻と出会った初日に告白して付き合ってるんですよ、はい、おー、うちもそうです。あ、本当ですか、はい、会った時に、はい、会った日に多分付き合った方がいいと思うって言って、はい、僕たち会ってるからっていう。でも1年以内にプロポーズまで行ったんですけど、おお、それに匹敵するレベルです。プロポーズ。プロポーズ。あ、この人だって
あのやっぱ人間なんかインスピレーションなのか、なんか遺伝子レベルの合致なのか、そこら辺詳しく分かんないですけど、やっぱそういうのってあるんですよ。で、なるほどね、はい、僕はあなたと出会ったその日に告白したことを、うん、まあ、今でも誇りに思ってるし、当時の自分よくやったって思ってるんですよ。なるほど。その状態です。いい状態。はい。ですと。とのことなんで。とのことなんで、はい、まあ、まあでもね、まあ、僕は冷静に第三者的に言うと、はい、そのぐらい鳥さんがいいなって思っていて、奥さんもいいなって思ってるんで、うんうん、変えたらいいし、うん、でこれぶっちゃけ買い付け申し込み入れても、うん、変えない可能性の方が高いです。そうです、ね、ライバルが多分多くいるし、はい、変えないかもしれない、はい、けどこういうタイミングとかチャンスが毎週来るわけじゃないから、はい、それが毎月来るかもわかんないし、3ヶ月に1回かもしれないし、はい、それはわかんないんで、中古だからね、はい、新築だったらね、あれ話別だけど、はい、今中古狙いに行ってるから、はいはい、そういう意味においてやっぱり行くなら行った方がいいし、うんうん、っていう感じかなと思うんで、ぜひお二人で、ご検討いただければなというふうに思います。こんだけ熱量高く喋ってるんですけど、はい、でもまあ冷静に考えると 95% ぐらいの確率で買えないかなっても思ってます。あ、なるほど。適正価格で出てるんで、うんうん、あのやっぱり中古マンション欲しいとかって見てる人は絶対買い付け入れるんですよ、うん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 、そうすると2番手とかになったり、うんうんうん、ローンの審査時間かかっちゃったりして、うんうん、あ、早い者勝ちでしたという状態なんで、うんうん、95% ぐらい買えないとは思ってる自分もいます。なるほどね、はい、うん、そういうふうに思ってる自分もいるけど、はい、まあ手を挙げないと買えないからね。そうですね。そう、はい、でせっかく気に入ってんだったら手挙げたらどうかなとは思います。そうですね、うん、はい、で手挙げても買えないかもしれないけど、手を一回挙げてみるっていう経験が、うん、またこれからの2人の家選びの支えになる気もするので、はい、いやこれも本当大事ですね、はい、一回打席立って、はい、三振でもいいんで、はい、バット振ると、はい、いう経験。いや、0と1はめちゃめちゃ違う。いや、本当に。1を100にするのはすごい簡単なんですけど、うん、0を1にするのってめちゃめちゃ労力いるんで。そうですね。まずは打席に立ってみて、はい、将来の100に備える。そうですね。はい、打席立とう。はい。はい、ということで、まあ、温かく見守りたいと思います。いやー、はい。ちょっとありがとうございます、はい、お時間取ってもらって、まあ、この動画がね、はい、鳥さんの奥さんだけじゃなくて、はい、いろんな人に届けばいいなとは思います。はい、よろしくお願いします。はい僕が日本の平均層です。そうっすね、はい、鳥さんがもう本当に日本の、はい、二人暮らしの夫婦の教科書の関東特集に出る男、はい、なんで、はい、まあ交互期待というか、はい、またなんか買ったりとか買えなかったりとかしたら、はい、またなんか話せればなと思うんで、ぜひぜひ、はい、その際一つよろしくお願いします。お願いします。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。